私がどんなにひどいことを河合くんにしても、今、将来、私を傷つける。君のことは深く愛してる。もちろん傷つけることもしない。もう公平とは一緒にいられないと思う。今日のオーディションの結果は12月18日にメールでお知らせいたします。今日はご参加いただきありがとうございました。いつも離れていく予感が見える。君が幸せでいてほしいって願ってる。なんで父は、彼は完璧な人間になれないの？